いらっしゃいませ、カフェボヌムにいらっしゃいましてありがとうございます。何にしたいんですかね。私は、はい、あのカテマラ、カテマラ、カテマラハンドドリップ、ハンドドリップいっぱいお願いします。じゃあ皆さんは何にしたいんですか。コーヒー飲むにすごく美味しいコーヒー、はい、今僕入れますので、うん、ちょっとあの仕事場を皆さんちょっと紹介したいと思いますね。まあ、私たちはあのハンドドリップあのだけに しているんですけれども、結構美味しいコーヒーが飲めるところなんですよね。じゃあ、茶席でお待ちいただければ、はい、あのコーヒーを持って、美味しいコーヒーをお願いします。はい、どうぞ。じゃあ僕はあの 20g をちょうど 20g を 20g が美味しいですか。そうですね、まあ、20g で普通やってるんですよね。コーヒーはずっと勉強されたんですか。そうなんですよね、コーヒー、まあ、元々コーヒー大好きで、はい、なんか香りが美味しい。そうなんですね、美味しい香りですよね。今日もあの来られた方がお客さん、ね、うん、あのレコで来たんですけど、コーヒーが美味しくてまた来ますって、ここ聞いたらどんな感じですか。最初には私たちのカフェボヌムにはですね、普通女性のお客さんが多いんですけれども、人気の猫ちゃんに会いにほとんど 100% 来るんですよね。はい、コリちゃんと。そうですね、で入る時は猫ちゃんに会ってもう喜んで、でも帰る時はコーヒーの味で喜んで帰ります。コリちゃん、リカちゃん、どこにいるんですか。もう今寝てる。皆さんこんにちは、皆さんこんにちは、遊びに来てね、リカちゃんです。パプリカのリカちゃんです。もうコリちゃんもいます。コリちゃん、コリちゃん、あ、寝てた。コリちゃんです。かわいいでしょ。ブルコリのコリちゃんです。皆さんこんにちは、遊びに来てください。今日あの使ってるあのドリッパーは、日本製の、折り紙という、もう多分コーヒーが好きな方々はご存知だと思いますけれども、折り紙のようなものですね。で、ちょっとリンシングからちょっとしますね。このドリッパーと、このフィルターができるだけちょっと合わせるようにすると味がね、ちょっともっときれいになる。じゃあ 20g をはい、お湯の温度はあの92度でちょっと注ぎます。で最初は40グラムぐらい で30秒ぐらい待てます。じゃああとあの30秒であの60グラムずつ注ぎます。ちょっと歌ってください。あ、これですね、意外と、意外とあの集中しなきゃいけないですよ。あ、本当ですか。そうなんですよ、美味しくなれ、美味しくなれ、美味しくなれって思いながら、本当、そうですね、もっと美味しくなれって、見るだけでも美味しいって思います。今すごくなんかいい香りがするんでしょう、はい、なんかいつか皆さんをここにご紹介、招待でコンサートとともに、うん、もうぜひ、はい、あの釜山の旅行がもう決めてある決まっているあの方々いらっしゃれば、ぜひ私たちのインスタグラムを見て営業日をインスタグラムでチェックしてくださいね。じゃあ、 まあこれでほぼ終わりました。うん、じゃあ席に待っててください。はい、ちょっと待って、うん、すごい素敵。じゃあこのコップは僕が一番大事に思う方々に出せるコップですね。いい音ですね。いっぱいでしょ。はい、皆さんいかがですか。コーヒーいっぱい美味しく召し上がってくださいね。おー、リカ来た。リカちゃん来ました。
またもう君のものじゃないからまた会いましょうね。皆さん、さあ、また会いましょう。バイバイ。お待ちしております。バイバイ。カフェボノボです。はい、行かない。